ホローけホロろー系は、ハンガリーのノーグラード県の村。ホローけホロケ、ホロどうくという表記も見られる。ハンガリーで最も美しい村とも評される、伝統的な存落が保たれていることから、古民家の立ち並ぶ、中心的な通りが1987年に、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録された。現在では、世界遺産に登録されている村は他にもあるが、 歩道系の登録はそれらの中で最初のものである。村は首都ブダペストの北東に位置し、スロバキアとの国境にも比較的近い。一帯は低い山頂が連なるチェルハート山脈の渓谷に含まれており、この自然環境は保護地区にもなっている。チェルハートの語源はチェルで山腹に自生していたブナカのターギーオークを 南の山腹はカシア西洋産種油などを主体としつつ、他にもカエレ、シュンギク、モモバキキョウ、シデなどを見ることができる。さらに人工林として、スプルースやアカシアの林も存在している。このような豊かな自然のもと生息している、哺乳類にはアカシカ、ノロジカ、アナグマ、イタチ、イノシシ、フェレット、ヤマネなどがあげることができ、他に、 多くの野鳥も生息している。歩道系という村の名前はハンガリー語のホロ、渡りガラスと、系、石を組み合わせたものである。伝説によれば有力者がこの城を建てて、隣国の美女をさらって、そこに遊兵した。その馬が悪魔に女性の救助を依頼すると、悪魔はガラスたちを使い、城の石を持ち去って助け出したといい、ここから城と村が、 歩道系と呼ばれるようになったのだという。遺伝では、魔女がカラスたちに石を運ばせ、城を作り上げた民話に由来するという。現在の村の紋章でもカラスが使われている記事冒頭のテンプレート内参照。歩道系村は、教区に関する記録をもとに1342年には、成立していたとされている。しかしながら、村周辺の歴史はもう少し古く、歩道系の名は、 歩道形状に触れた1310年の文書にまで遡ることができる。村を見下ろすサールの丘 SZR 標高365メートルには今も歩道形状が残っている。伝説では美女や悪魔が登場するが実際の建造目的はそれらとは何の関係もなく1241年から1242年にモンゴル帝国の侵攻を受けた後に それへの備えとして建造されたものである。当時のハンガリー王ベーラ4世は、防災の建築を全土に命じ、ノーグラードの一体だけでも42の城が建てられた。最初は五角形の塔が建っているだけだったが、その後数世紀の間に、段階的に様々な建造物が増築されていき、現在残るような城になった。この城は、フッ戦争の際にも、 宗教改革派を阻む防壁として機能していた。1526年のモハーチの敗戦以降、ハンガリーはオスマン帝国に参植されていき、ホロー系長も1552年にトルコの勢力圏内に置かれ、その支配は1683年まで続いた。ただし、ホロー系一体の支配において、城は重視されなかったことから、トルコの支配が終わった頃にはかなり荒廃していた。 しかし、その後輩が帰って歩道形状を大破壊から逃れさせたのである。1711年の王霊で政敵がかくまわれうる、城塞の破壊が命じられたが、すでに防衛機能を失っていた、歩道形状は壁などの一部が損壊させられたにとどまった。そのため、ハンガリー北部に残る城塞建築の中では、保存状態が良い部類に属しており、1966年から、 およそ三十年間をかけて修復作業も行われた。歩道系村の伝統的な住民たちはパローツ人であり、モンゴルの精神の際にカスピ海沿岸部から逃れてきたクマン人の流れを組むともされる。その伝統的集落は木造を主体としており、消失と再建を繰り返してきた。千百八十一年には木造を禁止する。法令も出され。 罰則も定められたが、木造の伝統は守られていった。1772年には単一の通りしか存在していなかったが、後に裏通りが整備され、基本的な区画は1885年には確定した。それは今でもほとんど変わっていないが、建造物群の大半は1909年の大化で消失してしまったため、20世紀になって再建された。 ものである。再建時には石壁を主体とするようになり、木造は限定的に取り入れられている。歩道系の存落は20世紀のハンガリーにおいて経済的に取り残された地域となった。村の周辺には野菜畑や果樹園が広がり、かつては自給自足経済が営まれていたが、地質の悪さから伝統的に貧しく、鉄道や幹線道路の布設地からも離れていた。 1950年代以降にハンガリーが経済成長を遂げ各地で新しい住宅が建てられた時にもそうした流れと歩道系はほぼ無縁だった。しかしその結果共産主義政権下での集団農場化にも巻き込まれることがないまま伝統的集落が良好な状態で保存されることになり1987年には人が住んでいる村を落として 初めて世界遺産に登録された。現在の村の自治体が成立したのは1990年10月10日である。それ以前には、なぎろうつとロ道系の共同村議会が存在していた。現在の議会は、市長以下5人の大議士が存在している。その目下の課題は、年金受給者が7割にも達する、村人口の高齢化である。 もちろん世界遺産登録地域の保全や関連する文化の継承も重要な課題になっている。村にとっては観光業の存在は非常に大きなものである。その一方、少なくとも1997年の段階では伝統的な存落を保持する観点から大規模な観光地化などが行われておらず、世界遺産登録時にまだ社会主義体制下であったため、 資本主義国が中心となっていた制度である世界遺産に対して過度に期待された観光収入の大幅な増加には必ずしも結びついていないと査ていた。村の失業率は近隣市町村に比べて相対的に高く新たな雇用の創出も行政にとっての課題となっている。1987年、ブダペストのドナウガ市とブダ城地区、現、 ブダペストのドナウガ市とブダ城地区及びアンドラー市通りと共にハンガリーで初めて世界遺産リストに登録された。アイコモスの評価書には歩道系、農村建築物群と記載されていたが、正式登録名は単に歩道系となった。2003年にハンガリー当局の要請を踏まえて歩道系の古い村落とその周辺と解消された。歩道系には パローツ様式と呼ばれる独特の建築様式が保存されている。白い壁は泥と藁を混ぜたものに石灰を塗って作られている。屋根は主に入りもや作りで、破布には木製の飾り格子があり、それぞれの家がわかる家門のような透かし彫りになっている。これは装飾的役割だけでなく、煙の通り道としても機能している。外観は2階建てのようにも見えるが、 石造りの地下室と木造の平屋で構成されている。パルオツの伝統は美しい刺繍に飾られた民族衣装にも現れている。特に女性の清掃は多重のスカートやエプロンからなる美しい民族衣装で、行事の時以外にも日曜礼拝などでは今でも着用されている。女性の場合、結婚してから出産するまでの間には特に華やかな専用の衣装を着る。これは つつましやかな未婚の時期と子育てに防殺される出産後の時期の間が最も華やぐ時期とする考え方に基づいているという他により簡素な農作業用の民族衣装もある現在の装飾性の高い清掃は1870年代から1880年代に確立したものとされる世界遺産となり年間数万人の観光客が訪れるようになってからは パローツの民族衣装をまとった女性たちによって、歌詞作りや民族舞踊などのレセプションが行われている。また、民家の中には観光客が宿泊可能なものもある。パローツの文化的伝統は言語にも現れており、地元では独特のパローツ方言が話されてきた。しかし、過去に標準語の使用が強制されていた歴史的背景から話せる住民は、 高齢者に限られているという。登録範囲は140ヘクタール余りで、伝統的村落の中心的な通りのコシュ吉トラヨシ通りと、その裏手にあたるペテーフィシャアンドル通りに並ぶ65軒、および近隣の菜園や放浪形状などが対象となっている。干渉地域は今のところ設定されていない。コシュト通りはメインストリートとはいえ、 傾斜している上に平坦に整備されているわけではない。この道には伝統文化を知ることのできる村の博物館、昔の郵便配達人の姿を伝える郵便博物館、民族衣装をまとった様々な人形の展示された人形博物館などがある。通りの端にはカトリックの木造教会が建っている。それは本来14世紀に建造されたものだが1909年に 消失したため、現在のものは、忠実に再建されたものである。2002年にも改修がなされた。その木造教会を折り返し天にするように裏通りのペテーフィ通りが伸びており、三日月を描くようにして再び、古州都通りに交流している。ハンガリーの伝統的な街並みは、細い街路沿いに妻を向けた建物が並んでおり、街路の規模が大きくなると、途中で折り返すようにして、 裏通りが配置される。つまり、こうした三日月町の通りはハンガリーにはしばしば見られるものであり、折り返し点に境界を配置するのも標準的なものである。ただし、民族的、地理的特質から建造物の様式にはハンガリーよりもスロバキアに近い要素も含まれているとも指摘されている。一例を挙げると、歩道系は前述のように入りもや作りの屋根をしたいと、するが、 ハンガリーの他の地域の伝統的民家は主にキリズ妻作りである。ペテフィ通りには陶芸家や彫刻家の工房があり、民芸品の展示などを行っている。こうした民芸品の発達をかつての自給自足時代の名残と推測する者も,もいる。歩道形状には白博物館が設営されており、4月1日から10月末日までの毎日と、 それ以外の時期の毎週末に開かれている。そこでは歴史を伝える老細工の展示や兵器の陳列が行われており、14世紀当時のままとされる礼拝堂も残っている。ハンガリーに唯一残った伝統的存落として、世界遺産登録前から文化財保護法、1962年に基づき保存活動が行われてきた。1960年代に、 どのような保全をすべきかの検討が行われ、1977年以降、世界遺産登録地域と重なる141ヘクタールが、歩道系景観保護区、ホロコランドスケーププロテクションエリア、英語名は、歩道系村によるとされた。保護主体は、自然環境省内の世界遺産委員会内とされているが、実質的に管理を行っているのは、保護委員会だという。 この委員会には、文化庁、村役場、建築学の専門家、地元の観光協会の代表者などが参加している。文化財保護の観点から、伝統的住居について増改築するときには、村役場の許可が必要になる。なお、伝統的な住民たちも利便性の高い新市街に移住する事例は増えており、世界遺産登録地域内の住民構成もパローズに、 憧れて移住してきた知識人の方が多くなっている。20世紀末の時点で伝統的なバローツの世帯は6世帯になっており、2009年には36人にまで減っているという。こうしたことによって、古老系のアイデンティティや伝統が失われることへの懸念も指摘されている。もちろん、すでに触れたように、村としても文化の保存や継承は重視しており、 伝統文化の教育などにも意欲的に取り組んでいる。なお、2009年11月19日、過疎化と少子高齢化により、廃校の危機に瀕していた、ケ道系ラ小学校と保育園の存続に対する貢献により、オーストリアイコールハンガリー帝国、1918年に、定政廃止交代子であった、オットー・フォン・ハプスブルク以来二人目となる。 本堂系村名誉村民の称号を日本人の井上鷹尾に授与した。ハンガリー当局は基準に該当するものとして申請したが、結果的には、この基準は上述の通りパローツ様式の伝統的集落がそこで暮らす人々の生活と共に良好に保存されており、二十世紀に 集団農場化されて大きく農業が変わるより、前の農村の姿をよく伝えていることによる。この物件の公式な登録名は、オールドビレッジオブホロコイッツ・セルンディングス、英語、ホロコ、ルベビレッジエサ・アンビランモン、フランス語である。その日本語訳は、以下のように文献によって、若干の揺れがある2003年の解明以降の文献に限る。記述の通り、 世界遺産登録に対し住民は好意的でそのことに誇りを持っているという。しかし知名度の向上によって観光客は増加し年間の観光客は2、3万人に及ぶとも言われる。この点正確な統計はないものの増加傾向にあるとされている。村につながる唯一の幹線道路は伝統行事の見られる復活祭の時期などには観光客によって 大渋滞する事態にもなっている。2009年7月時点では、ブダペストからの直通バスが1日に数本出ている。バスでの所要時間は約2時間である。人が住んでいる村落としては、その後ブルコリニエツ、1993年、白川郷、五箇山の合掌造り集落、1995年、などが登録された。日本では、 寒さに対応するための住居の工夫、色彩も含めた外観、交通の不便さから都市化を免れた点、伝統文化を守ることへの地元住民の意識の高さなど、白川郷、五箇山と歩道系に共通する要素も指摘され、比較対象にもされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。